二体のビッグドッグビッグドッグとは2005年にアメリカ合衆国のボストンダイナミクス社とジェット推進研究所ハーバード大学が開発した四足歩行ロボットである。ビッグドッグは起伏の多い地形で不評に随伴できる輸送用ロボットとして用いるため米国防合同研究計画局による資金提供で開発された。歩行の様子はいくつかの動画共有サイトに 掲載されている。まるで向かい合った二人の人間が足踏みしているかのような機械とは思えぬ動きが特徴。荒いじゃあり道、雪上、砂浜、および海の浅瀬などでも問題なく歩行できる。また、歩幅が非常に小さくはなるが、急な勾配も登ることができる。2008年3月18日には、新しい動画がリリースされ、横から 胴体部分を蹴られても倒れることなく、即座に姿勢を復元でき、表情で足を滑らせても素早く、体勢を立て直すことで転倒には至らないという、姿勢制御技術の高さを見ることができる。また、通常は左右の足を互い違いに進ませて歩行するが、馬のギャロップのように失踪させ、ジャンプして障害物を飛び越えさせる実験も、行われている。年に更新された動画には、 足を素早く動かし時速 8km の速さで走るようにもなっている。2010年2月1日に国防合同研究計画局はボストンダイナミクス社に対してビッグドックの実用化に向けた LS3 の開発プロジェクトの費用として3200万ドルを提供すると発表した。2012年からアメリカ海兵隊で運用試験が始まっており、 音声指示が可能となっている。2014年にアメリカ海兵隊での実運用開始を目指していると発表したが、2015年12月、エンジン音が大きく敵に味方部隊の位置を知らせてしまうという理由で海兵隊はビッグドックの採用を見合わせた。2013年2月28日には取り付けられた1本のアームで、 コンクリートブロックを掴み、それを放り投げる動画が公開された。ブロックを投げる際、人間の運動選手が行うように足や胴体を総合的に使うことでアームのパワーを補強している。物資を運ぶビッグドック15馬力の2ストローク短気筒ガソリンエンジンを搭載し、毎分9000回転で油圧ポンプを駆動する。これにより作られた油圧で各脚4本。 合計16本の油圧アクチュエーターを作動させ、スムーズな歩行を実現している。動画等で確認できる耳障りな駆動音は2ストロークエンジンに由来する。なお、研究室などの屋内で動作させる際など、エンジンを停止し外部から油圧を供給することでも駆動可能である。制御系は p c 1 0 4スタック上で動作する QNX によるもので、 これにより高度な姿勢制御を行っている。ありがとうございます。